お知らせです。6月7日任天堂 3DS でできることが増えます。任天堂 3DS の中にお店がオープンします。任天堂 e ショップからインターネットを通じていろいろなゲームをダウンロード購入できるようになります。CM やソフトの紹介映像などを見ることもできます。インターネットができるようになります。ホームメニュー右上のアイコンをタッチしてインターネットブラウザを起動します。任天堂 3DS カメラで撮影した写真をインターネットにアップロードすることもできます。データの引っ越しができるようになります。お手持ちの任天堂 DSi から 3DS へ、ご購入済みの任天堂 DSi ウェアを引っ越しできるようになります。これらの新しい機能は本体の更新をすることで使えるようになります。詳しくは6月7日に 3DS 本体に届く本体の更新のご案内をご覧ください。 3D クラシックスエキサイトバイクを無料でプレゼント。キャンペーンは6月7日から7月31日まで、期間限定で任天堂 e ショップにて無料配信します。